ヘンリー・トラバースは、イングランド出身のイギリスの俳優。1946年の映画、素晴らしきかな、人生。における店主クラレンス・オドバディ役が、最もよく知られている。トラバースは、医師だった父ダニエル・ヒガティの息子、トラバース・ジョン・ヒガティとして、ノーサンバーランド州プラダに生まれた。その後は、ベリック・アポン・ツイードで育ったため、多くの評伝において、誤って、ベリック・アポン・ツイード生まれと記されていた。一家は、ノーサンバーランド州、コーゼンサイド近郊の A68 に面した、ウッドバーンから、1866年頃に、プラダへ転入し、1976年頃にベリック・アポン・ツイードのツイードマウスに転居しプラダに数年間、住んでいた。トラバースは、建築家になるべく、ベリックで修行をしていたが、やがて、ヘンリー・トラバースの名で舞台に立つようになった。イギリスで舞台俳優となった後、トラバースはアメリカ合衆国へ移民し、1933年からハリウッド映画に出演するようになった。初出演した映画はウィーンの再会であった。最後の映画出演は1949年のことであった。トラバースの最も有名な役柄は、フランク・キャプラ監督の古典的作品、素晴らしきかな、人生。において、ジェームズ・スチュアートが演じる、主人公を自殺から救う店主クラレンスである。トラバースはまた、映画、ミニバー夫人における演技によって、第15回アカデミー賞の助演男優賞に、ノミネートされた。素晴らしきかな、人生。で、クラレンス・オドバディを演じる、トラバース。1965年に死去した後、トラバースはカリフォルニア州グレンデールのフォレストローンメモリアルパークに埋葬された。ありがとうございます。